抱いてあげましょう。ちなみにこのワシミミズキのジムニ君、体重が2キロ、羽を広げると160以上あります。大きいでしょ。色がね、赤とか黄色とか見えないんですって。だけど白黒、昼間白黒なんですけど、夜も白黒に見えてます。だからみんなもね、鶏肉とかお肉食べるときはね、最初は生きてたんだよって思いながら、ありがたい気持ちで食べてくださいね。さあ、今日は飛ぶというか跳ねるというか、どうですよね。羽もついてるし、足もついてるんだよね。立派な足もついてるから、フクロウさんは歩くこともできるんですよ。よいしょ、あげ、よいしょ、何見てるの、何見てる、大丈夫だよ、後ろは、あの子は追いかけないでは大丈夫。おいで、おいで、おいで、ほら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 、よいしょ、よいしょ、もう少し、もう少し、よいしょ。何、あの黄緑色の T シャツ着た子は、あ、美味しそうだったね。よいしょ、よいしょ、ほら、よいしょ、よいしょ、ここまで来い、ここまで、ここまで来たら、ほら、こっちに来い。拍手してもいいですよ。大きいでしょ。近くで見るともっと大きいでしょう。頭が良くなりますように。苦労はね、苦が来るとかね、苦労がないとか、学問の神とか神とかね、そういう言われますんで、皆さんに苦が来ますように。おー